北島達也です。今回はですね、腹筋についての、質問を受けました。腹筋といってもですね、この方は、ベンチプレスとかスクワットとかヘビーウェイトが結構使えるようになってきたんですけども、腹筋だけは、自重であるプランクだったりとかクランチとかそういったものしかやってなくて、腹筋のバランスが崩れないかっていう心配をしています。これについて答えたいと思います。プロフェッサー・レイス。The Mad Scientist. Yeah.You're about to get served. まずですね、腹筋は、どういう時に使われるか、これを考えてあげると分かりやすいですね。で、腹筋のバランスがいいっていうのはですね、力を入れた時とか運動した時にですね、ちゃんとこの体幹部がしっかりそれについていけるかとか、体を軸にしてねじったりとかする時に腹筋を使うので、ちゃんとした体重バランスの時に腹筋がしっかり使えているかどうかなんです。で、これはですね、実際ヘビーウェイトを扱って、運動をする。例えば、バーベルカーでもダンベルカーでもいいですし、スクワットでもベンチプレスでもいい。これでヘビーウェイトを使ってあげると、実はその時にすごい腹筋を使ってて、そこが実は腹筋のヘビートレーニングになってるわけですね。どういうことかと言いますと、わかりやすく言うと、じゃあ、ベンチプレスを上げるときに、お腹人に触っててもらって、お腹ゆるゆるのまんま力を抜いて重いものを上げてみてください。そうすると絶対に力が出ないです。ダンベルカールにしても腹筋を緩めた状態で力を入れないで、固めないでこう上げようとしたら絶対に重いものが上がらないはずです。ということは、ガーッと思いっきりのヘビーウェイトを使ってて、思いっきり腹筋にも力が入ってるんですね。で、その時にですね、この猫背になってやってたりとかすると、腹筋の使い方のバランスが悪くなるので、スポーツに適したような、立ち方ですね。例えばこの場でジャンプができるような、こう、胸を張ってしっかり骨盤を前傾して、その場でジャンプができるような姿勢で踏ん張ってあげて、ガーッと思いっきり力を入れてあげると、腹筋にも正しく力が入って、この、腹筋のバランスが良くなります。で、僕たちみたいな、コンテストに、出ているような人はですね、腹筋を別にしっかり鍛えたりとかするんですけど、あれ何のためにやるかっていうとですね、ワークアウトには、ヘビーウェイトを使ってですね、筋肉を大きくするものと、パンプアップって軽いのでしっかり意識してあげてですね、コントロールしてあげて、膨らますことによって容量が大きくなることを促進するっていうですね、やり方があるんですけど、小さい、自分でクランチとかプランクっていうのはパンプアップの種類に入るわけですね。で、このパンプアップだけですと、やっぱり、筋肉が筋肥大するにはちょっと少々弱い。筋肥大もちろんしますけども、やっぱり両方が合わさって、ヘビーなウェイトを扱った、ウェイトトレーニングとパンプ系の軽いものを両方合わさって一番効率がいい肥大を起こしますので、まずヘビーウェイトを扱ってぐっと腹筋に知らないうちに力が入っているときに、このヘビーな刺激を入れて、で、腹筋運動をやることによって、パンプアップをして、発達を促進させる。で、こういうふうに考えてあげるとですね、ベンチプレスは100キロ使ってスクワットは150キロ使っているのに、腹筋は自重だけでいいのかっていうことが解消されています。これは、ヘビーウェイトはヘビーなベンチをやっているときやスクワットやっているときに、腹筋をしっかり使って、その後に、クランチとかプランクをやることによってパンプアップをしてあげる。で、もしくは他の時間帯にやって、コントロールがしっかりできるようになって筋肉のこの使い分けをしてあげるっていうことで腹筋が出やすくなる。力の入れ方でも腹筋の出方って変わってくるので、実際にコンテストで腹筋をバッて6個に出すためには筋肉がコントロールできないと出せないんですよね。で、そういう意味もあって腹筋運動をコンテスト前になると結構しっかりやったりする人が多いんです。ですから、この質問者の方のように、ヘビーなウェイトを扱っているのに腹筋だけこんな軽いのでいいのかなっていうことは、問題がないです。実はヘビーなウェイトを扱っている時に腹筋はすごい力が入っていて、で、その後に、パンプアップの種目として、腹筋運動をやっていると考えれば、他の部位と全く一緒ですから、心配しないで、そのまま続けていくと、しっかりとダイエットした後に腹筋が出ると思います。本日の動画いかがだったでしょうか？いいねと思ってくれた方は、チャンネル登録と高評価の方をお願いいたします。また、無料のメールマガジンを発行していますので、ぜひそちらの方もご登録ください。